というインチキ航空機、すぐに落ちる。欠陥品の最低の評判、これを買ったやつが、安倍、金蔵。安倍はトランプにゴマを吸って、安倍政権が続きますように、てめえの権力のために国民の税金をアメリカにくれてやった。自分の権力のためには日本国民も売っちゃう。売国奴の安倍です。幸いに安倍は死にました。でも売国自民党に注意しましょう。港区の乳酸農米軍センター前で米軍にヘコヘコする日本の安倍政権を叱り飛ばす活動家がいます。外戦の人物、ちょっと聞いてみましょう。が、2019年大統領だった当時に、安倍晋三元総理大臣と日米貿易協定というのを締結しました。私はこの日米貿易協定に徹底的な反対運動を当時から行っておりました。これはなぜか。そういった日米貿易協定をほぼ、アメリカの言いなりになり協定を結んだ。そして、ドナルド・トランプさんがもし今回、大統領選挙に受かりましたら日米貿易協定第2弾が行われると私は思っています。その日米 FTA 第2弾というのは日本国民が誇る国民皆保険制度を廃止して非関税障壁だからという理由でアメリカの民間の健康保険会社が日本の国民皆保険制度を狙っております。アメリカでは歯医者に行くのが数万円かかるそうです。そのような協定の締結を狙っているのが、トランプさんだ。アメリカの大統領に依存し応援する、その心自体が日本人の奴隷根性だと私は思っております。日本は日本でしっかり真の独立を果たし日本人の未来を真剣に考える国会議員の方、私たちが送れたそうではありませんか。日米合同委員会の廃止、すべての議事録を公開するべし、国民負担なんか取り決められた日米合同委員会での密約を日本国民に広く公表した上でその全ての密約を白紙とすること、この3つが、日本の独立のためには絶対に欠かせないと私は思っております。皆さん、今度こそ売国自民党を許さない。皆さん頑張りましょうね。